この色すごくないですか。この色が出てきた。この色が、はい、お疲れ様です。おしょうです。今日はフォークリフトの修理、ブレーキのエア抜きですね。フォークのね、もう爪は外してあります。なので作業しやすいようにここに空間があるので、この状態でエア抜きですよ。エア抜き、ここの奥にブリーダーが見えるんですよ。あれがブリーダー、ここからエア抜きをします。どんなのが出てくるかちょっと楽しみですね。はい、じゃあやってみましょう。オイルちょっと見てみましょう。あの やるのでオイル、はい、はい、じゃあお願いします。ちょっとね、画面が明るすぎてごめんなさい。ホワイトバランスがどうしてもね、照明が暗くて、すげえ色してんなこれ。あ、でもほぼ空になって1回で、うん、外さないです、あえて。 おー、いい色が出てきてるな。もう一回行きましょうか。すごいフルードの色がこんな感じです。ちょっと中一回掃除しますね。一回中掃除しますね。ほらやばいよこれ、うわーやばいよこれ、これすごいな。ちょっとオーバーホールのレベルなんだけど、とりあえず今回まだ応急でね。うわー、うわー、すっごいねこれ。なんか固形物もあるし、よいしょ、ね、ホワイトバランスが合ってないからめちゃくちゃちょっと、はい、お願いします。踏んでください。はい、そのまま踏んで、はい、難しいんだな。あ、来た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 。でも1回にこれだけしか出てこないの、うん、はい、ゆる、いや、いい、もうちょい緩めてください。はい、ちょっと来た。はい、お願いします。え、はい、軽くしてみてください。はい、ただ依然として綺麗なやつは出てこないです。よし、今ね途中まで抜いたんですけど、この色、この色すごくないですか。この色が出てきた。この色がで、今途中でマスターシリンダーの動きが悪くなっちゃったんで、見てみたらね、ここにもブリーダーがいたんで、ちょっとピント合ってないな。ここにもブリーダーがいたんでね、こいつから抜いてみますね次は。で、ちなみにリザーブタンクの中が、掃除したのがこれ、中身こんなんですよ。こんなすごいよね。サビの水とカスが出てるで、今休憩中。あ、シンシンさん映って大丈夫なの？大丈夫です。いや、シンシンさんと、社長、何さんでしたっけ？塚本ちゃんです。ああ、山本さん。山本さん、疲れてました。ちょっとね、今日ね、リフォームもやってたからね。今ですね、結構頑張ったんだけど、どうもマスターシリンダーがオーバーホールしなきゃダメなんで、とりあえずオイルだけ入れ替えました。出てきたオイルはこれ。これがブレーキに入ってたんですよ。これがだから、いかにノーメンテナンスだったかっていうのはよくわかるんですけど、とりあえずこれじゃあもう危ないんでね、まあそんなに急な坂は動かさないようにして、平らなとこだけにしてもらって、今度は次来た時にマスターシリンダーのオーバーホールですね、部品ちょっと調べてみないとわかんないですけど、その辺次やります。ということで今日はここまで。はい、最後までご視聴ありがとうございました。